どうも。そうです、明日は陸泡です。こんばんは。しかもでもほんとね、もう分かんないどうなるか。でもいいステージにしたいなってみんなで思ってます。でも分かんないとかもう分かんなくて、とりあえず3公演あるから、明日と明後日で、明日リクエストアワーして、次もね、仕事ぜひぜひ来てください。そうなんですよ、6周年コンサート当日券あるよね、明日弾丸で来たい方も、おめでとう入学式。うん。当日券ありです。西へ向かっている。話し会はオンライン話し会。今受付中。頭の整理はできてません。どうしよう。でも明日が終わったらその分は一回バイバイってできるので。でもちゃんとね、その6周年コンサートのリハもいろんな間でやるから、結局呼び戻したり一回置いといたりしてるんですよ。一回公演、なんだろう、一つ終わったら捨てるみたいな言うんですけど、なんかそれが結構みんなできてるから、なんかあるあるなのかな、アイドルあるあるかもしれない。めっちゃ覚えてそれを一回ポンってするの、意外となんかみんなに通じるから、その話が、そうそうそう、意外とね動いたらできるんだけど、やばい。でも楽しま、明日の髪型は決まってるんです。ヒャ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 ヒ。そう、同時並行確かに難しそう。ヒハヒハヒ。
てか何が一番人気なんやろ、髪型。何かなんだこれは。2学期は学級委員さん、ありがとう。イースターだ。明日から2日間たくさん楽しんでて、ありがとうございます。イースターだ。イエイ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 。イメージはありますけどね。よよ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 。うん。よいしょ。2学期は学級委員さん。え、耳かけが一番好き。え、でも片耳か両耳でもまた変わってきますよね。また変わってくんですよね。面白い。言っていいかわからないけど、いや、どうしよう。言っていいかわからないけど、面白い。はい、そうですね。面白いと思った。私明日決まってるんですよ。面白い。明日から。でも3公演全部変えようと思ってるの。2学期は学級委員さん、ありがとう。
の映画を探すね。よろしく。どうしようかな。私はちょっとね、髪を少しばかり切ったのでね、そんな感じにしようかなと思ってます。うん、頑張ります。ヒューヒュー、何を盛り上げてくれてん。ヒューヒュー、なんか本当に日に日に口内炎痛くなってきてさ、さっき鏡でさ見たんですよ。なんか痛くない、なんか日に日に痛くないと思って見たら、めっちゃ肥大化してた私が見た時よりも、5倍ぐらいに肥大化してて、こんなに肥大化するってなった。やばいよ。見せんわ。見せたいけど見せん。違う、私歯医者さんに行って、その歯医者さんで傷がついて、そこが口内になったの。どうしよう、絶対に塗り薬したら痛い。だいぶ、でも意外と1週間前ぐらいかも。結構1週間かもしれない今私。でもできてるところが本当に食べてる的にあんまり関係ないから、ゆきゆき。でも結局ね、まあ本番になったらね、アドレナリンとかなんとかでね、何の関係もなし。今がピーク、そう、明日には治ってほしい。今日がピークにして、いつ行ったか分かんない最近行ったけど覚えて、確かに朗読の頃になった。覚えてるよ、朗読朗読劇の多分なんか練習の時にこんなになった。懐かしくておもろい。どうしよう、ちょっと滑舌が悪いです喋るとちょっと痛くて、笑うとちょっと痛くて、ちょっと滑舌悪いです。そうなんですよ。そう、いや、ちゃんと分かるんよ。そうね、こんな内容の薬があるっていうの。そうだよ、滑舌が悪いのはこんな内容のせい。あんまり人とか物のせいにしたくないけど人のせいにせんけど、ありがとう。でもこの口内炎のおかげでちゃんとビタミンの薬飲んでるから、忘れずに。それだけでも結構自分的には進歩なんですよ。いつも絶対に忘れるからね。滑舌悪くない？え？悪くない。
からん、聞いとるけん悪化しとんかもしれん。悪化っていうかこうなんて一回肥大化してから治らん。肥大化するスピードがもしかしたら速いかもしれん。そういうことかな。え、肥大化したことないの？え、じゃあ私いつも毎回悪化してから治っとるんか。うん、治りがかけかもしれんし。一番痛かったのが、あ、でもこの話のとこさすがにちょっと想像するだけで多分それを感じるからやめとけばよ、ここら辺で。ここら辺でやめとこ。忘れるわ忘れるわ。もし聞きたい方はお話し会で。絶対誰にも聞かれん。よーしてよーしてえ。いたの？気になる方。うん、そう、配信では平和な話しよう。配信では、そうそうそう。面白い。やめてやめて。想像しただけで面白くなった。そう、てかあれ分からん、皆さんのあの席が分からん。なんかなんだっけ、なんか席がさ、なんか分かれてる、何席と何席と、なんかアルファベット分からん、どこか。なんか1番から何番まであるかを、30番ぐらいまであるのか。そうそうそう、金子さんどことかも事前に聞いとかんと分からん。真ん中あたりか。向けたらわかるかな。そうなのよ、いろんな場所にあんな方がおるけん。レンズが光る。え、レンズ光らん。真ん中らへんか。会場その場に立ってみらんと、なんかセットとかいろいろあると思うか。最後の更新予定今のところなしですね。早く行きたい。そんな、
んか立ち位置的にどうだろうな、なんかあるよね、上手ばっかりとか下手ばっかりとか。私はね、どうだったかな、やばい、今思い出そうとしてなぜか思い出さないように蓋してある今なんだろう、なんでかわかんないけど今すごい夜間の蓋みたいになってる。夜間の蓋、夜間のあの沸騰してる夜間みたいな感じになってる今私。こんなに家の中でリラックスしてるのに、なんか本当に急に MC 振られた時みたいになってるわ何も出てこない、頭に何も出てこない。いや笑ったら本当に痛い。どうだったかな。でも多分どっちもあるわ、どっちもある。なんかちょっと血の味してきたんやけど、こんなに潰れたのかな潰れたんかな、なんかえ、待って、痛くない？あ、痛いわ、痛い痛い痛い、痛いわ、大丈夫だったあんま痛くないかも、でも皿の味え、でもあんま痛くなくなってきた。ここにあるんですよ。え、待って、あんま痛くないわ。やったやったわからん。後で確認してみるわ。鏡見て確認してみるわ。そう、麻痺してるかもしれん。そう、向こう側かもしれん。痛すぎて泣いたこと。いや本当に。そういえばさ、あ、そっか。今一瞬ふと思ったんやけど、ネタバレやった。ごめん。ネタバレでした、すいませんね、言えませんでした。
ぱ痛いわ、ちょっと痛いわ、麻痺してるわこれ、麻痺してる。私の最近の口癖、はあられ。そう、あららとあれれとはあが全部合わさったらなんかはあられってなる。ジヤジヤ来る、本当にジヤジヤ来てる今。なんか本当にこういう時に使ったらいいよ。いやこういう時に。ああ面白い。まあそんなことはいいんですよ。そんなことはいいんですよ。はあ。本当に最近起きるの早いんですよね。びっくりする。今日も目覚ましかけた10分前に起きたの、自力で。あれ？と思って目覚めて、あれ今何時だって思ってツイートして、で目覚まし何時にかけたっけ思ったら、全然前の時間だった。日の出の関係か、誰かの真似してますか、誰の誰の、今私は自分の自分ですけどね、自分です。真似してないけど、どういうこと？なんか怖くなってきた今一瞬。どういうこと？びっくりしてる私。私高尾さやかですよ。別の人物ではありません。怖
怖いよね。意外とパッて言われたら全然え、どういうこと、違うけどってなるけど、よくよく考えてみたらどういう意味なんってなるやつ。これだよ。やだよー、やだよん。まね、まねなんて。いい声、ん？いい声してますね。ありがとう。失礼しました。ごめんね。いや、ごめんね。本当に責めたつもりじゃなくて、今本当に私考え、全然あんまり考えずにちょっと発言してるわ、ごめんね。逆に気にしないでね。あー、そうなんや。これこそハラレ。ハラレ。そう、これこういう時こそ。使い時分かった。これがハラレよ。いえいえ。こちらこそありがとう。これがハラレなのさ。晴れ。晴れ。そうです、よかった、みんなに理解してもらえて。でも自分しか通じん。自分にしか通じん。多分普通に言ってもなんて言ったって言われそう。しかもあんまり出てこないからね、この言葉。こういう期間にしか出てこない。期間限定、レアレア、レアワード。ほんとだ、4568人の方、やっほー。なんか本当に、なんか本当にこういう時にちょっと一息ついて椅子に座った時とかに、なんか言っちゃいますね。やばい、いた。本当に笑ったら本当に。
やばい、どうしよう。笑い方好き、珍しいね。本当に私、本当に忘れられない出来事があって忘れられない出来事があるかな。いた、あ、そう、いた、あの、口内炎が痛い、口内炎が、確かに、ヒャ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 急に確かに急にいたって言ったら怖いよね。寝不足かもしれんけど、でも今の期間本当にめっちゃ眠いと思って寝れてて、今の期間で寝る時もめっちゃスッて寝れるからめっちゃ嬉しい。寝るのが楽しみ今の期間。だから今日も寝るのが楽しみです。あんまりないんで私寝るのが楽しみって、いつも寝れないから夜。雪です、睡眠不足。ダメだね、ダメな、ダメな、ちょっと幸せの感じ方っていうか、どうなんだろう、ダメじゃないかな、頑張った理由でもあるのかな。眠い、眠いと思って寝れるのめっちゃ羨ましい。私は今の期間楽しむよ。あー眠いって思って寝たいで私は寝てる今。初見です、ありがとう。今は寝てない今じゃない最近の話やばい、最近が今になった今最近っていうのが今になった最後の一瞬終わったら心地よく寝れるよって。そうなの？それは嬉しいね。寝てないよ今。起きてる起きてるよ。ろれつ回ってるか分かんないけど、でも寝言わかんない自分の。回ってる？回れてる？本当に。眠気移るか。寝言？一回叫んだことはありますよ。分からんけど。楽しみにしてます、してて待ってる。そうなんか急にそう叫んでたよ、なんか昨日叫んでたよって言われて、えってなって、え叫んでたってどういうこと、私が寝とる時にって。そしたらうんって大丈夫って言われて、うん大丈夫大
大丈夫だけど。2回ぐらい、しかも2回、やばいでしょ。なんで叫んでた？ちょっとリアル感増すかもしれないけど、あーって叫んでたらしい。でも本当に全然覚えてない。でもめっちゃ前ですよ、本当に初期の頃。めっちゃ前だけど、でも寝言いいね。寝言知りたいね。確かに叫ぶときに、だからなんかなんて叫んでたか、なんか覚えてなかった、覚えてないってか、なんか、うん、そう、なんかパンちゃんが寝とるときにその声で起きたんですよ。だからなんて叫んでたのかはよくわからなかったらしい。でもそれで起きたんだって。でパンちゃんは本当に全然起きないんですよ。結構大きめの音でも起きないから、だからそれを知ってたから、で起きた後にまた叫んだらしい私が。今は多分大丈夫。怖いでしょ、自分でも分かんない。でもそう、最初はそういろいろあった。久しぶりの広島。そうです、今は よく寝てます。確かに私のおじいちゃんの寝言なら聞いたことあるんです。すごい豆腐が大好きだから寝言で、うん、豆腐うまい。豆腐うまい。いや本当に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 私豆腐うまいって言ったから、豆腐ってなったんよ。でそれを本当にそのなんか本当にすごい時が経ってから、それをお母やんとかに言ったら、なんかそれは豆腐が好きやけんよって言って、あ豆腐好きなんて言ってやけんか豆腐好きって知らなかったんだその時やけん、なんで豆腐と思ったんやなんで豆腐、豆腐食べとるんと思ったら豆腐が 大好物らしくて、だからよ。面白、納得した、うん。
何も返してないよ。だからえ、心の中で何豆腐って思ったけど、豆腐食べとるんや、そんな夢あるんやと思ったけど、うん、豆腐うまい。あー面白い。いや本当よ、本当やけんね、覚えとるもん。いや本当や、ね、豆腐うまいな。ねえ、冷ややっこかな。でもめっちゃよくない？大好物を食べれるんよ、めっちゃいい。しかもうまい豆腐を。めっちゃいい。いや本当にやばい、笑ったら本当に。あね、面白い。何が食べたいか、うーん、何が食べたいかな。うーん、今はオムライス、今の気分はオムライス。そう、そうだよ、ケチャップいっぱいつけて、さやかってかけます。もうさやか本当に一番いいよ、本当にめっちゃいい量だから、やってみて。本当にめっちゃちょうどいい、ちょうどいいベストな量。確かにこんな風に染みそう、やめとこう。ケチャップは絶対染みる、ケチャップとソースと。ポン酢は大丈夫だった。なんでひらがな？わかんない、さやかって感じなかったらしい。なかったってか多分あれ分からんけど、のなんていうの、イメージっていうか、なんかいい感じのがなかったんじゃない、そのこれだなって思うやつがなかったんじゃない。高尾って名字強いからね、さやかひらがなでよかったかな。多分画数かな、うん、画数もありそう、分からん。画数気に しとるか分からんけど、私めっちゃいい画数なんですよ。そう、両親が思うなんかそのイメージに合ったのが多分そうなかったんじゃないかな。ちょっと言葉足らずですけど、分からん、もうそれはもう両親にしか分かんないことなんですけどね。そう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 、でもそう31画めっちゃいいんですよ。なんかめっちゃ画数に詳しい友達がいて、その子に会った時になんかめっちゃいい画数ですよって言われて、どんな感じって聞いたら、なんか女の大吉ですって言われた。女の
大吉です。え、そう、ちょっと珍しい。珍しい友達だった。ちょっと変わった友達だった。でも個性があっていいと思います。面白い、面白い。ね、そう、結構出会って間もない頃に言われた。いえいえ、あ、もう終わりですね、今日も。団長買ったらお読みします。キーバ見た、ありがとう。オーラ見える友達はいないですね。リエなら見える。え、見えるの。1位から2学期や学級委員さん、あ、マンモスさん、バリーさん、ナオさん、ボンちゃん、ミツルンさん、ヒロトさん、カホマサウサギさん、イクコピョンピョン、フジポンさん、ナンバのヒサトさん、カコさん、タテ様、キチネさん、ロックオンさん、ワッキーさん、テュエールさん、アオちゃん、ミヤシーさん、セイヤンさん、ケンタロウちゃん、メガバイトちゃん、キアキラさん、トシサさん、ちくわドーナツさん、ラクラクさん、ガッちゃん、ナオヤさん、ケリーさん、大西くん、ナリさん、五十アップくん、長尾ちゃん、まさきさん、ありがとう。明日よろしくお願いします。パッチ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 、サイアンコール聞けるかな。ゆっくり寝ましょうかね。あ、そうやん、そうやそうや、明日ね、午前中に配信しようと思ってんだよね。夜が難しそうですね。
10時です予想より遅い時間帯。おやすみなさい。寝ましょう。ありがとう。ありがとう、ありがとう。頑張るぞ。おーおー、ありがとうございました。ありがとう。わうわうわう。わうわうわ。バイバイ。